日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に赤いユニフォームが群がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武からさあ秀口少し近いところに溜めていく。うわうわマジでこんな簡単にいけるの。一気にサイドを左サイド、寄せて山口、逆サイド、清武、開いた、さあ、いけ、触った、調整取れません、清武、さあ、山口、ここは苦しんでいる、日本代表、チャンスだ、さあ、チャンスを取る、清武から、井出口、どうした、お見合いをしている、まだ打てない、蹴り出さないと、ゲームは終わらない、ゴール前、攻撃者、誰が取っていいか分かんない。100人スタートしていきました。まずはフォワードゾーンの30人です。今度は一気に囲んでいく、入り口がフォワードゾーンを突破してきました。まずはフォワードゾーンを松木さん突破してきました。そうですね。やっぱりね、相手を引きつけて逆サイドをうまく使う。これ2人が近くて1人は遠めっていうのがね、これ基本になってきましたね。はい、ただ小学生たちもう今度は今度はこれ近くでね、ミスが出ない、アルパスだとね、どうしてもミスがつくもんですからね。さあ今度はディフェンス30人、清武ドリブル。あでも子供たちもね、うまく取られて。やっぱり引きつけなきゃいけませんからね。さあここはドリブル、速いドリブルで、さあ抜いていく、逆サイドクロスを上げてきた。クリア、小さい、やっぱりクリアができないね。さあ1分40秒経過、選手の息が上がってきた。いやこれ体力との勝負ですね。そうですね、日本代表3人も体力がなくなってくる。そんな中、清武から井出口、ちょっと中央の山口のところマークついてますね。もうちゃんと覚えたよ、マークを。本当だ。山口、囲んでる。ラグビーみたいな。ラグビーだ。取り返せるよ。洞窟みたいな。これが最終決戦、日本代表3人対小学生100人。さあ一気にプレッシャーをかけていく。しかし清武、ドリブルで30人もドリブルで一気に奥に止まらない。ここまで清武、取られるから中と入れる。外はもう集中して、これ
怖いなぁ。これだったらマジで。よかった、危ない。